では激辛ジョニーです。今日もみんなの新気をつけちゃうぞ。やってきました。はい、ということで本日は私東京は神田にやってまいりました。いや今日は寒いですね。こんな寒い日にはですね、辛くてねうまい料理でねこの冬を乗り切ろうと、そういうことでございます。本日はこの激辛カレーを堪能したいかなと思うんですけれども、本日のお店がこちらです。ドン辛しびカレー機関坊でございます。こちらはですね、あの大人気ラーメン辛しびラーメン機関坊のねカレーライスバージョンということでね、初めて食べるんでね、一体どんな辛さなのか、非常に楽しみでございます。それでね早速中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、というわけでこちらが来ました。辛しびカレー辛さ鬼増し、しびれ鬼増しでございます。見てください、これ。うおーすごいね、なんとも美しい見た目ですけども、美味しそうですね。しびれの山椒鬼増し、唐辛子に関してはこれカイエンペッパーとこれハバネロが入っております。山椒唐辛子以外にもね、さまざまなオリジナルのブレンドされたスパイスを使用しているということでね、いただきます。さあ、辛しびカレー辛さ鬼増し、しびれ鬼増し、お手並み拝見ですよということでね。さあまずはねこちらのスープから作っていきましょう。いただきます。おお、辛しび強烈。これから、これはから、これはから、これはから、これから、これはから、これはから。食べてる途中から鼻血が止まらなくなってしまうじゃん。辛いもの食べるとこの鼻の血管がこう広がるんですかね。たまに出るんですけど、久しぶりに出ました辛いもの食べて鼻血が。すごいね、やっぱハバネロもやっぱ過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されてますから、舐めちゃいかん。そしてしびれがすごいね。こちらのね黄色いのこれね、福神漬けと思いきやこれアチャールと言われるね、インドとかスリランカのカレーにはよく付け合わせ、玉ねぎの漬物みたいなもんなんですけども、口直しでこちら行ってみましょう。いただきます。これ強烈。そしてこちらヤングコーン、久しぶりにこんな辛いカレー食べたらいい。すごいねこの山椒のしびれ、唐辛子ハバネロ、これは辛い。話も止まったということでね、よし気を取り直してね、残り3分の1しっかり完食していきたいと思います。
に来るからさですね、やっぱハバネロなんで。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。辛しびカレー、辛さ鬼増し、しびれ鬼増し、辛さレベル、じゃらじゃん、辛さレベル9です。9でございます。ただ辛いだけでいいんですけど、やっぱね、これしびれが、しびれがすごいね。やっぱね、これ過去にギネスに登録されたね、唐辛子、やっぱハバネロ、これは戦闘力高いんでね、さらにそこに山椒入ってますんで、非常に戦闘力高いんで、軽い気持ちで食べると痛い目に遭うんでね、気をつけてください。これ、ね、食べ終わった後とかも牛乳とかで飲んだ方がいいと思います。僕今お腹痛いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。動画設定の通知もぜひオンにしていただくと、僕が動画を更新したらぜひ通知がいきますんで、ぜひオンにしてください。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。